フェアポート・コンベンションは、イギリスのフォークロックバンド。1969年発表のアルバム、リージリーフは、ロックの分野で、民謡、雇用電気楽器を用い現代的に解釈した作品で、ボブ・ディラン以降のフォークロックに一石を投じ、これ以降イギリスを代表する、フォークロックバンドとして認知され、世代や分野を超え多くのミュージシャンに影響を与えた。 代表曲は、ミート・オン・ザ・レッジ、雇用の、マティ・グローブスなど。元メンバーのリチャード・トンプソンが、ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて、2003年は第19位、2011年の改訂版では、第69位に選ばれている。バンドは1967年に、リチャード・トンプソン、サイモン・ニコル、 アシュリー・ハッチングス、ショーン・フレーターによって結成されたが、最初のギグの後、フレーターは、マーティン・ランブルと交代した。彼らは、アメリカのフォークロックや、シンガーソングライターの影響を強く受けてスタートし、ボブ・ディランや、ジョニー・ミッチェルの曲を中心とした、セットリストとそのサウンドで、イギリスのジェファーソン・エアプレーンと呼ばれるようになった。1968年のセルフタイトルの、 デビューアルバムのレコーディング前に、ボーカリストのジュディ・ダイブルとヤン・マッシューズが加入したが、その後、ダイブルは、サンディ・デニーと交代し、マッシューズは3枚目のアルバムのレコーディング中に、脱退した。デニーは次の2枚のアルバム、ホワット・ウィー、ディドン・ア・ワ・ホリデーズと、アン・ハーフ・ブリッキングでグループをトラディショナルな、イギリス音楽へと舵を切り始めた。後者では、 フィドラーのデーブス・スーブ・スーブ・リックをフィーチャーしており、特に、船乗りの生涯では、イギリスのトラディショナルな歌が初めてロックのビートと組み合わされたことで、イギリスのフォークロックの基礎を築くこととなった。しかし、このアルバムのリリース直前に、M1 モーターウェイでの衝突事故により、ランブルとトンプソンの当時のガールフレンドであった、ジーニー・フランクリンが死亡した。この結果、 グループはそれまでの楽曲から離れ、同年リリースされた記念すべきアルバム、リージリーフでは完全にブリティッシュフォークミュージックへと転向し、このスタイルがバンドの焦点となっている。このアルバムでは、スーブリックがドラムのデーブ・マタックスと共にフルタイムで参加した。デニーとハッチングスは同年内に脱退し、後者は デーブ・ペッグが公認となり、彼は今日までグループ唯一の一貫したメンバーであり続けている。トンプソンは1970年代のフルハウスのレコーディング後にバンドから離れた。1970年代にはスーブリックとペッグを中心に何度もメンバーの変更が行われ、ニコルは1970年代半ばまで不在だったが、フォークミュージックが 主流から外れたことで運気は低下していった。1972年からグループのギタリストを務めていたトレバー・ルーカスのパートナーであったデニーは1975年にポップス志向のアルバムライジング・フォー・ザ・ムーンで復帰しアメリカでのブレイクを目指したがこの努力は失敗に終わりデニーとルーカスが脱退後に3枚のアルバムを続けて リリースした後、1979年にグループは解散した。1976年から小規模なコンサートを行っていたオックスフォードシャー州、クロップレディ村でお別れコンサートを行い、これがクロップレディフェスティバルの始まりとなり、年間2万人が参加するイギリス最大のフォークフェスティバルとなった。バンドは1985年にニコル、ペッグ、 マタックスによって再結成され、マーティン・オールコックとリック・サンダースが加わり、その後も活動を続けている。1996年にオールコックがクリス・レスリーに、1998年にマタックスがジェリー・コンウェイに交代したが、このメンバーはその後も変わらず、グループの歴史の中で最も長く続いている。2017年には、 デビュー50周年を記念してリリースされた28枚目のスタジオアルバム50、50、50をリリースし、毎年のようにクロップレディのヘッドライナーを務め続けている。主流での成功はほとんどなくトップ40入りを果たした唯一のシングルはアンハーフブリッキングからボブ・ディランの If You Got t a Go, Go Now をフランス語でカバーした S.I.T. d ゥア Part ー e だったが、 フェアポートコンベンションは、イギリスのフォークロックやイギリスのフォーク全般に大きな影響力を持ち続けている。リージリーフは2006年の BBC ラジオに、フォークアワーズで、史上最も影響力のある、フォークアルバムに選ばれ、ベースラインに、ジグやリールを取り入れたペッグの演奏スタイルは、フォークロックや、フォークパンクのジャンルで、多くの人に真似されている。さらに、 多くの元メンバーは、フォザリンゲー、スティー・ライス・パン、アルビオン・バンドなど、このジャンルの他の有名なグループを結成したり、参加したりしたが、その中でも特に、トンプソンや、デニーなどは、ソロキャリアでも注目されている。彼女は1978年に死去したが、今ではイギリスで最も優れた女性シンガー、ソングライターの一人とみなされており、フェアポートが、 アンハーフブリッキングに収録した字の流れを誰が知るは彼女自身とバンドの代表曲となっている。ベーシストのアシュリー・ハッチングスは1966年にノース・ロンドンでギタリストのサイモン・ニコルと出会い、共にエスニック・シャッフル・オーケストラで演奏していた。彼らはニコルの父親のイーンの上の木沢橋でリハーサルを行っていたが、その家は キンクスの霊とデイブ・デイビスが育ったのと同じ通りで、あるマスウェルヒルのフォーティス・グリーンにあるフェアポートと呼ばれる家だった。家の名は1967年にリチャード・トンプソンがギター、ショーン・フレーターがドラムスを担当し、フェアポート・コンベンションとして結成されたグループの由来となった。1967年5月27日に ゴルダーズグリーンのセントマイケルズチャーチホールで行われた初公演の後、ドラマーのマーティン・ランブルが、フレーターよりも良い仕事ができるとバンドに確信させて交代し、これがその後に何度も行われることとなるメンバー変更の最初となった。すぐに女性シンガーのジュディ・ダイブルが加わり、それが当時のロンドンの数あるバンドの中でも独特のサウンドを生み出していった。 フェアポートコンベンションはすぐに u o や後にミドルアースクラブとなるエレクトリックガーデンなどのアンダーグラウンドな会場で定期的に演奏していた。わずか数ヶ月後、彼らはマネージャーのジョー・ボイドの目に留まりポリドールレコードと契約を結んだ。ボイドはもう一人の男性ボーカリストを加えてメンバーを増やすことを提案した。シンガーのヤン・マシューズがバンドに加わり、 1967年末に、ファーストアルバム、フェアポート・コンベンションがレコーディングされ、1968年6月にリリースされた。この初期の段階で、フェアポートは、ジョニー・ミッチェル、ボブ・ディラン、バーズなどの北米のフォークや、フォークロックの歌手に、素材やインスピレーションを求めていた。フェアポート・コンベンションという名前と二人のリード・ボーカリストの起用により、 多くの新規リスナーは彼らがアメリカのバンドであると信じ、この時期にイギリスのジェファーソンエアプレーンというニックネームが付けられた。フェアポートコンベンションは1968年の第1回ワイトジマフェスティバルでジェファーソンエアプレーンと共に演奏した。失望的なアルバムセールスの後、バンドはアイランドレコードと新たな契約を結んだ。 次のレコーディングの前にジュディ・ダイブルが脱退し、ソロやストローブスでのレコーディング経験もある、フォークシンガーのサンディ・デニーが、バンドに加わった。クライブ・ジェームスに、オープンスペース、低音量、高強度と評された、デニーの特徴的な歌声は、1969年にリリースされた2枚のアルバム、ホワット・ウィー、リド・オニャはホリデーズと、アンハーフ・ブリッキングの特徴の一つとなっている。 これらのレコーディングは、バンドの音楽性と曲作りの能力の成長を、示している。ホワット・ウィー、ディドニャはホリデーズにはトンプソンが作曲した、ミート・オン・ザ・レッジが収録されており、この曲は2枚目のシングルとなり、最終的には、バンドの非公式なアンセムとなった。アンハーフ・ブリッキングのレコーディング中、マッシューズは1曲だけ歌った後に脱退し、最終的には、 マシューズサザンコンフォートを結成した。マシューズの代わりは加入せず、他の男性メンバーが彼のボーカルパートをカバーしていた。このアルバムには、バーミンガムのフォークフィドラー、デーブ・スーブリックがゲスト出演し、デニーがフォーククラブ時代にバンドに持ち込んだ伝統的な曲、船乗りの生涯をレコーディングした。この曲のレコーディングはバンドにとって重要な転機となり、 アシェリー・ハッチングスの伝統音楽への興味に火をつけ、彼はセシル・シャープハウスにあるイングリッシュ・フォークダンスソング・ソサエティの図書館で詳細な調査を行うことになり、このテーマ次の遥かに野心的なレコーディングプロジェクトの基礎となった。この2枚のアルバムはバンドの知名度を上げ始めた。ラジオ DJ のジョン・ピールは彼らの音楽を支持し、 影響力のある BBC の番組でアルバムを流した。ピールはまた、後にアルバム、ヘーデーとしてリリースされた多くのセッションを録音した。彼らは、ボブ・ディランの、If You Got t a Go, Go Now をフランス語で歌った、s y 2ではパルティールで、シングルチャートに参入し、メインストリームで成功を収めた。このレコードは、トップ20入りを逃したが、 当時イギリスで最も人気のあったテレビのポップミュージック番組トップ・オブ・ザ・ポップスの出演枠を確保した。1969年スコットランドのフォークアーティストアル・スチュアートのアルバムラブ・クロニクルズのバッキングミュージシャンとしてメンバー4人が参加した。ブリティッシュ・フォーク・ロックの発展1969年5月12日バーミンガムのクラブ マザーズでのギグの帰り道、フェアポートのバンが M1 モーターウェイでクラッシュした。この事故でわずか19歳のマーティン・ランブルと、リチャード・トンプソンのガールフレンドだった、ジーニー・フランクリンが死亡した。バンドの残りのメンバーは、様々な重軽傷を負った。ハイド・パークで追悼コンサートが開かれ、ローリング・ストーンズ、キング・クリムゾンなどが参加した。 事故の板では大きく解散が話し合われたが、ジョー・ボイドの助言、自作構想がまとまりつつあったことで、活動続行を決め、オーディションで、ジュニア愛アに参加していたデイブ・マタックスがドラムスを担当し、アンハーフ・ブリッキングに参加していたデイブ・スー・ブリックが、フル、メンバーとして参加することで再結成された。ボイドは、ハンプシャー州ウィンチェスター近くのファーリー・チェンバレーンの、 借屋でバンドを立ち上げ、そこで療養しながら、イギリスのフォークミュージックをロックンロールに融合させることに取り組んだが、これが4枚目のアルバム、リージリーフを生み出すことになった。通常、バンドの長いキャリアの頂点とされるアルバム、リージリーフは、コンセプトと音楽性の面で大きな飛躍を遂げた。このアルバムは、 トラディショナルな6曲と同様のスタイルのオリジナル作品3曲で構成されている。トラディショナルなトラックには7分を超える長さのタムリンと8分を超える長さのマティグローブスの2つの持続的な女子誌が含まれていた。トラディショナルな4曲のメドレーは他の多くの曲と同様にスーブリックのエネルギッシュなフィドルの演奏によってアレンジされ盛り上げられている。A 面は オリジナル曲の、カム・オール・イエット、フェアウェル・フェアウェルで囲まれるように構成されており、これに加えて、ハッチングスが研究してきた、イギリスのフォークの伝統を解説した見開きカバーの内側の情報もあり、コンセプトアルバムのようなアルバムに仕上がっている。フェアウェル・フェアウェルと最後のトラック、クレイジー、マン・マイケルでは、バンドへの貢献とその後のソロキャリアを特徴づける。 トンプソンの特徴的な作曲の才能の完全な現れを見ることができる。このアルバムの特徴的なサウンドは、エレクトリックインストゥルメントの仕様とマタックスの規律正しいドラミング、そしてスーブリックのフィドルの伴奏によるトラディショナルとロックとの驚くべきパワフルな組み合わせから生まれた。バンド全体の音楽性は新たなレーベルに達しており、 トンプソンの流れるようなギタープレートデニーのエーテルのようなボーカルはこのアルバムのサウンドを特に特徴づけていた。オールミュージックのレビュアーがこのアルバムを表したように、このアルバムの特徴は時代遅れのフォークとエレクトリックインストルメントを融合させながら両方を尊重しているということにあった。これまでにもストローブスやペンタングルなどのいくつかのイギリスのバンドが イギリスの伝統的な曲を電気楽器で演奏するという実験を行っていたが、フェアポート・コンベンションは、イギリスのバンドとしては初めて、協調性と集中力を持った方法でこれを行った。フェアポート・コンベンションの功績は、フォークロックを発明したことではなく、フォークロックというジャンルの中に、アメリカの影響を受けた音楽と一緒に発展し、それと、相互作用しながらも、 フォークロックに対抗する国民的な反応として明確に見られるようなイギリス的な文化を作り出したことである。リージーリーフ1969年末にロンドンのロイヤルフェスティバルホールで行われたソールドアウトコンサートで売り出された。そしてイギリスのアルバムチャートでは17位を記録し15週間チャートにとどまった。1972年。 オランダのテレビ番組でのフェアポートコンベンションこの成功をきっかけにバンドの方向性について意見の相違が生じた。アッシュリー・ハッチングスはより伝統的な楽曲を探求したいと考えイギリスのフォークロックの中でフェアポートに匹敵するスティーライス・パンとアルビオンバンドという2つのグループを結成するために脱退した。サンディ・デニーも自身のグループ フォザリンゲーを設立するために脱退した。デイブ・ペッグがベースを引き継ぎ、それ以来40年以上にわたって途切れることのないメンバーシップでグループの唯一の継続メンバーとなっている。バンドはデニーの公認について真剣な試みをせず、彼女は一時的に復帰したものの、バンドのサウンドは男性ボーカルによって特徴付けられるようになった。このような変化にもかかわらず、 バンドは別のアルバム、フルハウスを制作し、プロジェクトとしての成功は目覚ましいものがあった。このアルバムは、前作と同様に、サーパトリック・スペンスの力強い演奏を含む、トラディショナルな曲とオリジナル曲を組み合わせたものである。後者は、トンプソンとスーブリックの作曲協力の恩恵を受けており、コンサートの人気曲となった、ウォーク・アホワイルでは、特に顕著であった。 デニーを失ったにもかかわらず、バンドは4人のボーカリストを要しており、その中には、ニコルとスーブリックの新鮮なボーカルも含まれており、彼らのトーンが、この時期のサウンドを支配することになった。イギリスとアメリカでは、好意的にレビューされ、ローリングストーン氏は、ザ・バンドと比較して、フェアポート・コンベンションはこれまで以上に、素晴らしいとレビューした。このアルバムは、 全英チャートで13位に達し、11週間チャートにとどまった。同年にシングル、Now Bee E. s u n k をリリースして、アメリカデビューを果たし、トラフィックやクロスビー、スティルス、ナッシュヤングラとツアーを行った。定期的なパターンで、アルバムのリリース後すぐにトンプソンは、他のプロジェクト、そして最終的には、自身のソロキャリアを追求するためにバンドを去った。これによって、 サイモン・ニコルが唯一のオリジナルメンバーとなり、デーブ・スー・ブリックがバンドを牽引する存在となった。1970年、メンバーとその家族は、ハートフォードシャーの元パブ、ザ・エンジェルに引っ越し、これが次のアルバム、エンジェルでライトを制作するきっかけとなり、このアルバムは、バンド初の全米チャート入りを果たし、ビルボード200で200位を記録した。次のプロジェクトは、 スーブリックが開発した野心的なフォークロック、オペラで、吊るせない男と呼ばれたジョン・ババコムリーの人生を題材にした、ババコムリーである。当初は明確なトラックがなかった、コンセプトフォーマットは、かなりのマスコミの関心を刺激し、米国ではよく、エアプレイを得て195位に達した。メルビン・ブラッグによるナレーション付きのテレビ向けバージョンが1975年に、 BBC によって制作された。この2枚のアルバムは、フェアポートが初めて同じメンバーで連続して録音したアルバムとしても注目されたが、必然的に安定は続かなかった。サイモン・ニコルは1971年末早々に、アシュリー・ハッチングスのアルビオンバンドに参加するために、脱退し、すぐにマタックスが後を追った。ペッグと、スーブリックだけが残り、 その後の数年間は、メンバーの出入りが不明確だったため、フェアポートの混乱と呼ばれたが、1973年には、マタックスが復帰し、デニーのオーストラリア人のオットボーカルと、ギターには、トレバー・ルーカス、リードギターには、アメリカ人のジェリード・ドナイヒューというサンディ・デニーのフォザリン・ゲーの、元メンバー二人が加入した。これらのメンバーで、バンドは2枚のスタジオアルバムを制作した。 タイトルトラックにスーブリックが参加したことが注目されるロージーとバンドの9枚目のスタジオアルバムとなるナインである。9曲のうちの5曲でルーカスが作曲を担当しておりドナヒューのカントリーの影響とギターの火花のような素晴らしい演奏と相まってこのアルバムは独特の雰囲気を醸し出している。デニーは1974年にバンドに復帰し、 このメンバーには芸術的及びコマーシャルの両方でかなりの期待が寄せられた。デニーはアルバムライジング・フォー・ザ・ムーンに参加しており、このアルバムはビルボード200で143位を記録し、バンドの米国チャート最高位のアルバムとなり、イギリスではエンジェル・ディ・ライト以降での100位以内に入った初めてのアルバムとなり、52位に到達した。ライジングセッションの間、 マタックスは、プロデューサーのグリーン・ジョンズと共に倒れ、元のグリースバンドのドラマーブルース・ローランドが公認となりました。ライジングのセッション中、マタックスは、プロデューサーのグリーン・ジョンズと対立し、元グリースバンドのドラマー、ブルース・ローランドと交代した。ライジング・フォー・ザ・ムーンのイギリスでのセールスが芳しく、なかったことも、式の低下につながり、メンバーラインナップが、 相対的に成功したにもかかわらず、ルーカスとドナヒューも1976年のデニーと同様にバンドを脱退した。1978年、デニーは31歳の時に階段から落ちた後の脳内出血で亡くなった。ローランド、ペッグ、スーブリックの3人は、 アイランドレコードとの残りの契約上の義務を果たし、もともとスーブリックのソロ活動であった、ゴトル・オブ・ギールをイギリスでは、フェアポート、アメリカでは、フェアポート・フィーチャリング・デイブ・スーブリックという名前でを制作し、様々なセッションプレイヤーを迎え、後に、バンドに復帰した、サイモン・ニコルがプロデュースを担当した。その後、彼らは、バーティゴと契約したが、 レコードの売り上げは減少し続け、契約していた4枚のアルバムのうち2枚、ザボニー・バンチ・オブ・ロージズとティプラーズ・テイルズを制作した後、バーティゴは彼らから契約を買い取った。バンドのメンバーは、これが、それまでの唯一のレコーディングマネーだったと主張している。フェアポート・コンベンション、9ラインアップ、クロップ・レディのステージで、 再開1982年フェアポートクロップレディコンベンション20005で舞台に立つフェアポートコンベンションのサイモン・ニコレとリック・サンダース1979年までにフォークロックの主流市場は大きく消えバンドはレコード契約を結んでおらずデーブス・スーブリックは耳鳴りの診断を受けていたため大音量でのエレクトリックギグはますます困難になっていたこともあってフェアポートは 解散を決定した。バンドはお別れツアーを行い、最後の野外コンサートを8月4日にデーブとクリスティン・ペッグが住んでいたオックスフォード・シャーの村クロップ・レディで行った。この機会の最後はバンドが再開のために集まることを発表することによって緩和された。このツアーとコンサートのライブ録音をリリースしようとするレコード会社がなかったため、ペッグ夫妻は ウッドワームレコードを設立し、将来的にはこのレコード会社がバンドの主要な販売先となった。メンバーは時折ギグ、特にヨーロッパ大陸のフェスティバルに参加し続け、1年後、彼らは後に毎年恒例のクロップレッディフェスティバルとなった、クロップレッディで再開コンサートを行った。その後数年間で、それは急速に成長し、 バンドを維持するための主要なメカニズムとして浮上した。1981年8月、バンドは毎年恒例の再結成コンサートをクロップレディではなくブロートン城で開催した。このコンサートは録音され、1982年のアルバムモートオンザレッジとしてリリースされた。ペッグ夫妻はクロップレディのコンサートを録音し、 公式ブートレッグとしてリリースし続けた。これらに加えて、パットニーのハーフムーンや、グロスターレジャーセンターなどのマイナーな場所でのニューイヤー、ギグが行われた。1983年に、雑誌、フェアポートファナティックスが創刊され、熱心なファン層が引き続き存在することを証明している。残りのメンバーは、バンドの外で、それぞれの生活やキャリアを追求していた。 ニコル、ペッグ、マタックスは1970年代にリチャードとリンダ・トンプソンとレコーディングと共にツアーを行ったことがあり、この時期にもまたレコーディングを行い、1982年のアルバム、シュートアウト・ザ・ライズとツアーに参加して最高潮に達した。ブルース・ローランズは音楽ビジネスを諦めてデンマークに移住し、その結果、デーブ・マタックスが フェアポートのギグのドラマーとして復帰した。デイブ・ペッグは、ジェスロ・タルに加入した数人のフェアポートメンバーの中で、最初の一人であり、彼は、安定した収入を得ていた。サイモン・ニコルは、デイブ・スーブリックとのアコースティックデュオとして高く、評価されていたが、スーブリックのスコットランドへの、突然の移住の決定によりこのパートナーシップは、困難になり、 1984年からは彼の新しいプロジェクトであるウィッパーズナッパーに専念するようになった。1985年にペッグ、ニコル、マタックスは彼ら全員に空き時間とペッグが所有する利用可能なスタジオがあることに気がついた。彼らは1978年に中断していたカタログに新しい曲を追加する必要があると考えた。 スー・ブリックが不在だったため、伝統的な曲の選択は過去のアルバムよりも難しく、代わりのフィドル奏者とボーカルが必要だった。ペッグとニコルがインストゥルメンタルメドレーのアレンジを担当し、バンドはアルビオンバンドのメンバーであったジャズとフォークのバイオリニスト、リック・サンダースとシンガーソングライターのキャッシール・サーフを起用した。彼らはまた、 元メンバーのリチャード・トンプソンの助けも借りた。トンプソンとルサーフは曲を提供し、レコーディングに参加した。また、このアルバムに重要な役割を果たしたのは、ラルフ・マクテルで、彼は、ニコルとマタックと、それぞれ一曲ずつ曲を提供し、共同で作曲した。以前の、ザ・ファイアリング・フェアは、後のフェアポートのステージの定番となった。 結果として得られたアルバム、グラディス・リープは、一般的に音楽界や、全国史で好評を博したが、1985年の、クロップレッディフェスティバルで新曲の演奏を拒否した、スーブリックとの間に緊張関係が生まれた。それにもかかわらず、スーブリックなしでバンドを改革する決定は、残りの3人のメンバーによって行われた。リック・サンダースが、ギタリスト、作曲家、 編曲家、マルチインストゥルメンタル奏者のマーティン・オールコックと共に参加することになった。ニコルはバリトンの声を伸ばしながらボーカルの主な役割を引き継いだ。このラインナップは11年間続くことになり、これまでのバンドの歴史の中で最も長い期間メンバーが安定していた。新しいバンドはイギリスと世界での公演のための多忙なスケジュールを開始し、 ニューアルバムのための素材を準備した。その結果が、全曲インストゥルメンタルのエクスプラティブ・ディライテッドだった。このアルバムでは、サンダースとオールコックの妙義が披露されたが、すべてのファンに好評だったわけではなかったかもしれない。オーディエンスの反応が吹き替えられて、スタジオで録音されたにもかかわらず、ステージで、新しいフェアポートのエネルギーとパワーをなんとかして、 録音した in リアルタイムライブ87のレコーディングが後に続いた。この期間バンドはツアーとクロップレディの両方でますます多くの聴衆に向けて演奏しレコーディングの面でも非常に充実していた。フェアポートにはオールコックによる作曲と編曲のスキルがあったがバンドにソングライターがいないことによって生じたギャップを埋めるために彼らは 現代のフォークシーンで利用できる最も才能のある人のいくつかに目を向けた。その結果は、レッドゴールド、ザ・ファイブ・シーズンズ及び、ジュエル・イン・ザ・クラウンであり、最後の作品は、ここ数年で最も売れている、間違いなく、最高のアルバムと評価された。この時点で、マタックスは、他のプロジェクトに暴殺されていたため、バンドは、 ツアーのためにアコースティックなフォーマットにシフトし、1996年には、アンプラグドのオールドニューボロードブルーをフェアポートアコースティックコンベンションとしてリリースした。しばらくの間、4人編成のアコースティックラインナップは、エレクトリックフォーマットと並行していた。オールコックがバンドを脱退すると、以前、ウィパースナッパーでスーブリックと一緒に働いており、 1992年のクロップレディフェスティバルでは、リック・サンダースに代わって、バンドとの一回限りの共演を果たしていた、ボーカル、マンドリン、フィドルのクリス・レスリーが代わって参加した。このことは、バンドが再結成してから初めて認められた、ソングライターがいたことを意味しており、彼は次のアルバム、Foo Knows Where the Time Goes では、特に盛り上がる、ジョン・ガウジエで、大きな貢献をした。 1997年のクロップレディでの30周年記念フェスティバルの時までに新しいフェアポートは10年以上存在しバンドの歴史に重要な一章を提供した2009年8月フェアポートクロップレディコンベンションのステージ紙トンプソンとフェアポートコンベンション2012年1998年にはデーブ・マタックスがアメリカに移りドラムとパーカッションは ジェリー・コンウェイが引き継いだ。フェアポートは、ウッドアームレコード向けにさらに2つのスタジオアルバム、ザ・ウッド・ド・ザ・ワイヤーと XXXV を制作した。その後、オーバー・ザ・ネクスト・ヒルのために、新レーベルマッティ・グローブスレコードを設立した。この期間、バンドは、イギリス、ヨーロッパ、オーストラリア、ヨーロッパ、アメリカ、カナダで大規模なツアーを行い、 バーミンダムシンフォニーホールでデイブ・スーブリックための大規模な募金活動を行った。1998年、バンドのメンバーはブルトンのミュージシャンアラン・サイモンと交流をし始めた。フェアポートのメンバーは他の多くのメンバーと協力してエクスカリバー3部作アンヌ・ド・ブルターニュを含むサイモンのロックオペラの全作品に出演し、レコーディングに参加している。 2007年は彼らの40周年の年であり、それを記念して、ニューアルバム、センスオブオケージョンがリリースされた。2004年にフェアポートクロップレディコンベンションと、改名された、クロップレディでは、デーブス・スーブリック、アシュリー・ハッチングス、デーブ・マタックス、サイモン・ニコル、リチャード・トンプソンの1969年のメンバーと、 サンディベニーの代役として、シンガーソングライターのクリス・ホワイルが参加し、アルバムリージリーフの全曲をライブで披露した。リージリーフのパフォーマンスではないが、フェスティバルの映像が祝賀 DVD の一部としてリリースされた。バンドの最初の公式 YouTube ビデオは2008年4月に公開された。 この DVD のために撮影された映像を編集した9分間のミニドキュメンタリーには、ルル、ジュールズ・ホラント、セス・レイクマン、マイク・ハーディング、ジェフ・ヒューズ及びフランク・スキナーのインタビューが含まれている。2011年、バンドは4年ぶりの新作アルバム、フェスティバル・ベルをリリースした。これに続いて2012年には、 1971年にリリースされたアルバムババコムリーを再放した2011年のツアー中に録音されたライブ音源ババコムリーライブアゲインがリリースされた2012年バンドがファンとの間で行った謎の競技と投票によって決定されたレパートリーの中で最も人気のある曲をスタジオで再構築したバイポピュラーリクエストもリリースされた 2020年現在もバンドは作曲とレコーディングを続けており、定期的に新しいスタジオアルバムを制作しており、直近では2015年のミスヒーローズ、2017年の50、50、50及び2020年のシャッフル &GO がリリースされている。主流メディアはフェアポートコンベンションの歴史的重要性を認識するようになってきた。 フェアポートは2002年の BBC ラジオにフォークアワードで生涯功労賞を受賞した。同年、独立系レーベルのフリーリードレコードから35年間のキャリアの中での貴重な未発表音源を収録した4枚組のボックス CD フェアポートアンコンベンショナルがリリースされた。2006年の BBC ラジオにフォークアワードでは代表的なアルバムリージーリーフが ラジオ2のリスナーによって、史上最も影響力のある、フォークアルバムに選ばれ、賞を受賞した。2007年の BBC ラジオにフォークアワードでは、フェアポートコンベンションは、コサンディデニーとバンドの Who Knows Where the Time Goes? に対して、フェイバリットフォークトラックオブオールタイムで賞を受賞した。2007年2月、BBC ラジオにフォークショーでのサイモンイニコル。ありがとうございます。